皆さん、こんにちは。タレントでおなじみのデヴィ夫人さん。デヴィ夫人が週刊文春を刑事告訴、資金持ち逃げ報道の真実について紹介します。まずは、デヴィ夫人さんの経歴とプロフィールから紹介します。デヴィ・スカルノは、日本生まれでインドネシア国籍のタレント、インドネシアのスカルノ元大統領の第三夫人、NPO 法人アースエイドソサエティ総裁、株式会社デビーナ、ソサエティ代表取締役、2019年7月からは YouTuber としても活動している、本名及びインドネシア名はラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ、旧名及び日本名はコンポン・ナナヤスコ、通称はデヴィ夫人、地元の公領中学校を卒業後、東京都立三田高等学校定時制課程に進学すると同時に、150倍の難関を突破して千代田生命保険に入社したが、昼休みや休日にも貧しい家計を維持するため喫茶店などでのアルバイトを掛け持ちする日々を送った。世界的セレブの一人として、日本で芸能人としても活躍した。芸能活動は1970年代から開始した。1974年小学館の1970年代、1980年代の日本を代表する人気グラビア系男性向け芸能情報雑誌ゴロの創刊記念号で写真家デイビッド・ハミルトンの撮影によるヌード写真を披露したタレントのデヴィ夫人が、2024年2月27日に自身のインスタグラムを更新。昨年週刊文春が報じた自身の記事をめぐって、週刊文春の関係者らを名誉毀損及び信用毀損の罪で刑事告訴したと報告したデヴィ夫人は、昨年私についてなされた週刊文春の報道に関し、この度週刊文春の関係者や一般社団法人アミティ・ザ・ミス・フロンティアースの関係者を名誉毀損及び信用毀損の罪で刑事告訴しましたので、ご報告いたしますとコメント。詳細な説明は差し控えるとした上で、報道された内容は事実無根であるほか、一部の事実を切り取り、私がアミタイを乗っ取ろうとしている、私物化しようとしているなど断定的な表現で私を貶めようとするものであり、極めて悪質と申し上げざるを得ませんと否定した。また昨今の週刊誌報道の風潮にも言及、一部の週刊誌が強い権力を持ち、一般の方が週刊誌に情報を提供し、週刊誌が他方当事者である著名人の言い分を公平に載せることなく著名人を貶め、社会から抹殺している事象が多数見受けられます。そのような報道姿勢は、表現の自由、報道の自由に名を借りた言葉の暴力と申し上げざるを得ません。昨今、言葉の暴力が人を死に至らしめたという痛ましい事件も発生しております。社会の好機たる報道機関がむやみに言葉の暴力を振りかざすことをもてはやすかのような最近の風潮は極めて危険であり、直ちに改められなければなりませんと私見を述べた。最後に、この件については今後の捜査に支障をきたさぬよう取材は固くお断りいたしますので、ご容赦いただければ幸いですと結んだ。さらに、詳細は差し控えるとした上で、報道された内容は事実無根であるほか、一部の事実を切り取り、私がアミタイを乗っ取ろうとしている、私物化しようとしているなど断定的な表現で私を貶めようとするものであり、極めて悪質と申し上げざるを得ませんと不快感をあらわに、1700万円を持ち逃げしたとされる点については、逆に私はアミタイに1100万円以上の金印を寄付しておりますと否定、反論している。また報道時、自身が週刊文春の取材に資料を提出し回答した内容をめぐって作為的に報じませんでした、ことごとく無視して記事を執筆とし当時あったというやり取りを時系列順に並べて主張。同氏の報道に基づいた誹謗中傷による自身や家族の精神的なダメージや仕事面での損害についても触れ、私はこのまま社会から抹殺されるのではないかとの恐怖感も覚えましたと心情を述べている。1700万円持ち逃げ疑惑が持ち上がったデヴィ夫人、ジャニー喜多川氏擁護発言と相まって非難する声が高まっている。週刊文春によれば、夫人は今年5月まで代表理事を務めていた慈善団体アミチエジャポンの資金を持ち逃げし、トラブルになっているという。
夫人は今年1月に支援のためにウクライナを訪問し、話題になったが自腹だと思われていた渡航費用や物資輸送費用を実際はアミチエ二次後請求していたという。本来アミチエでは経費の事後請求は認めていません。今回だけということで支払ったのですが、その後も追加請求されるなど夫人の規約を無視した勝手な振る舞いが問題視され、代表理事を解任されたそうです。ところが夫人は理事を辞めた後も団体名義の通帳と印鑑を返却せず、口座に入っている1788万円も返却していないという。最近はバラエティ番組に引っ張りだこの夫人だが、これまでも数々のトラブルを引き起こし、トラブルメーカーとしての呼び声も高い。裁判沙汰も数知れず、これまでニュースになったトラブルをいくつか挙げると、2001年2月、川崎麻世さんの不倫報道で愛人と名指した女性から訴えられる。2002年5月、野村幸代さんに対して毒婦以下と発言し名誉毀損で訴えられる。2005年4月、元従業員から暴行罪で告訴される。2012年7月、いじめ事件の加害者の母親として別人の写真をブログに掲載して訴えられる。2014年1月、バラエティ番組で一般女性から挑発されて平手打ちし警察が調査に。2014年2月、東京都知事選でメルマガに特定候補者の投票を呼びかけ、警視庁から公職選挙法違反の警告を受ける。最近では2019年にホテルのクロークに預けた4000万円の毛皮が従業員によって破損されたとホテル側に賠償を求めたことがありました。実際は預ける前に破損していて、結局夫人は民事裁判で負けましたね。印象深いのは2092年に米国でフィリピン大統領の孫娘にシャンパングラスで殴りかかり37針を縫う大怪我を負わせて傷害罪で逮捕された事件だ。後に禁錮60日、罰金750ドルの判決を受けてます。他にも共演したタレントを SNS で中傷したり差別用語を発したりなど、小さなトラブルは日常茶飯事と言ってもいいでしょう。しかしこれだけお騒がせの夫人がテレビから消えることはなかった。テレビ界には訴訟を抱えたタレントの出演は避けるという暗黙のルールさえあるのに、不思議がる人は多い。お年83歳の夫人だが、とてもそんな年齢とは思えない美貌と立ち振る舞い、時折炎上はするが歯に衣着せぬ発言が受け、若い世代から年配まで幅広くファンを獲得。バラエティ番組に引っ張りだことなっている世界の果てまで行って Q での身体を張ったロケは人気となり、今では同番組の準レギュラーだ。あの年齢でしっかりしてるし、はっきり者を言う。一方でひょうきんな面もあり、若い女の子たちにも人気がある。テレビとしては使い勝手がいいんですよ。彼女の世代で代わりになる女性タレントがいないのも強みです。タレントのデヴィ夫人が27日放送のフジテレビ系開けパンドラの箱アンタッチャブルテレビに VTR 出演。お笑いコンビオギやハギの小木博明が共演 NG タレントだったことを明かした。この日の番組は各タレントの禁断のパンドラの箱を開けようが趣旨。まず登場した小木がデヴィ夫人から共演 NG にされている、3年くらい1回も会っていないと訴えたため、番組スタッフがデヴィ夫人に真相を聞いた。その後ある時、共演したくない人を書いてほしいというアンケートがあった時に、考えてこの方とはあんまりご一緒したくないなと、この方の名前だけ書きましたとすばり明かすと、ロケバスに乗って千葉の方まで行った時に態度が非常に大きくて、私の後ろの方に座ってたんですけど、声が大きいのかボン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 何かをおっしゃってたんですけど、非常に横柄な感じがしたんですねと続けた。その VTR を見た小木は、本当に嫌いになられたんだと思う、本当に嫌いな言い方と話すと、思い出した、先輩の藤本さんに対してバスで移動中に美味しいコロッケ屋さんを見つけた時に、藤本さん買いに行って来いよみたいな、そういうのあるじゃないですかノリで、そういうのも横柄に見えたんでしょうねと反省。でもまた共演したいと
という荻の希望を聞いたデヴィ夫人は、私はいつでも喜んでお会いします、他の方の話を聞いているととても優しい良い方だというお話なので、と雪解けしたことを明かしていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。